めんなさい。別に構わないけど。わかったわ。それじゃ。小森さん、何かご用ですか？まあ、わざわざどうもありがとうございます。チョコレートはお口に合いましたか？よかった。それだけが心配だったのです。お気に召していただけて嬉しいです。お返しの品、ありがとうございます。ありがたく頂戴しますね。小森くん、ううん、私が早く来すぎちゃっただけ。ううん、なんでもない。気にしないでね。それじゃあ、きっとのんびり見られるわね。行きましょう。そういえば、ここに展示されてる絵って、みんな地元の人が描いたものなんですって。私たちの町に、こんな素敵な作品を作る人がいるなんてね。そうね。こういう作品を見ていると実感しちゃうわね。ねえ、
まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？よかった。それじゃあ、行きましょうか。やっぱりいつ来ても、ここって混んでいるわね。とりあえず、入ってみましょうか。改まってこうして向かい合うと、なんだか、ごめんなさい。なんでもないの。春休みか。短い休みだけど、やっぱり楽しみね。私もその話をしようと思ってたところなの。素敵ね。そういう話がしたかったの。もう少しここにいたいけど、そろそろ帰らなくちゃ。今日はどうもありがとう。ねえ、一緒に帰りましょう。恥ずかしいところをお見せしてしまいましたね。今朝、後輩たちが合気道部を出て行ってしまったんです。ニコゴリさん、一つお聞きしてよろしいですか？私のやってきたことって一体何だったのでしょう？私、後輩たちのためにも頑張ってきたつもりでした。みんなの結束も固く、女子部員一丸となって、インターハイ優勝に向けてお互い協力し合って、これまでやってこれたと信じていました。でも、それって私の思い込みでしかなかったのでしょうか？私が怪我をしただけで、こんなにも簡単にみんなの心が離れてしまうものなのですか？もう、私、合気道を続けていく自信が、
ごめんなさい。今の話は忘れてください。私、顔を洗ってきます。どうせその日は暇だしな。分かった、遅れるなよ。人を待たせるなんて最低だからな。ニコモリ君、よかった、約束通りに会えて。そうね、私桜が見たいな。ええ、満開の間に見られてよかったわ。でもすぐ散ってしまうのね。なんだかもったいないわ。